9レース1乗戦1着になりました。福井の脇本選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日のレースなんですけど、坂井選手、和田選手が前行ったところ、坂井選手が引いたので和田選手が前取った形になりましたけども、うん、組み立てっていうのはどういう形で。まあ少なくとも力勝負になるなっていうふうに思ってたんで、まあ、変な答え句はなしで、まあ、戦おうかなっていうふうに思ってました。でも別に前でも中段を取れた位置から考える形ですか。まあ、仮に前取っても中段でも、まあ、後ろからのスタートになると思いますし、うん、まあ、そのあたりは深く考えてなかったです。今そのまま7番手に下がって、まあ、巻き返しがホーム前とちょっと早めでしたけども、あの辺はやっぱ前がかかる前にっていうところですかね。まあ、誘導をフルで使われる前に行こうかなっていうふうに思ってました。実際は一周ちょっと行ってみて状態面としてはどうでしょうか。まあ正直に言ってしまえば悪いです。やっぱり連戦の疲労が抜けてないっていうのが一番ですかね。全く抜けてないですね。ただやっぱりここはどちらかというと、まあ、相性のいいバンクというか、うん、バンクの相性は良くても大会の相性悪いんでまあそこをなんとか挽回したいなっていうふうに思います。もうこの一着で400勝ということで、まあ、あまり意識はされてないと思いますけども、うん、まあ通過点だと思ってますし、まあ、まだまだ上を見つつ頑張っていきたいですね。僕から400勝のさあ、そうか、スーピンの方ああ、スーピンね。いや、スーピンとスーソーどっちかなやったの。スーピンだろう、ここは。ありがとうございます。400勝の4ということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次、赤ウソで。じゃあ勝、ね、赤ウソ目標に頑張ります、はい、では、二乗戦 A、スリコに向けて最後に意気込みをお願いします。そうですね、まあ、疲れ抜けきれないままの、まあ、シリーズとなりますけども、しっかり、一生懸命力を出し切りたいと思います。応援よろしくお願いします。